違えた。暗い暗い森の奥に迷い込んだ村の娘、色あせた手紙を持って。何もないじゃん。耳だよね。そうそう、耳をね、あの運営さんがパパパッと書いてくれてね、すぐに実装されましたね。かわいい。もうこれはもう愛用ですね。こればっかし使ってるがゆえに、あの普通の JK キャラじゃなくって、なんか動物キャラなのかっていう風に勘違いされてる時もありますが、バーン。久々の夏服ですね。ゲームの内容とかに合わせて夏っぽいゲームとかだったらね、夏服バンバン着ていきたいですけど、ホームスイートホームはあれ夏のお話だったかな、だから着てましたけどね。そう、ここでロングな毛が生えたんですよね。ありがとうございます、スーパーチャット皆さん。私服だったと思う。そうそうそう、カントリーロード歌いそう。R18 が大丈夫な23歳。そうそうそう、みんながね、あの R18 の本を送ってきてくれた時はね、この23歳の姿になって、あの受け取りに行くっていうね。初期で、秋服が来るのかな。秋服先、ハロウィン先、どっちだ。どっちかな。R18 が送られてくるの好き。薄い本を読みたいがために時空を超えるの草。秋服ハロウィンか。よく覚えてらっしゃる。夏も送るぞ。エロ本の第一人者が。かわいい。ハロウィン、ウィン。結構なんかハロウィンの衣装は褒めていただいた回数が多かった気がする。ハロウィン衣装好き、ありがとう。エロ本じゃないと送っちゃダメですか。そんなわけないじゃないですか。はいって言ったらどうなるのこれ。普通の本っていうか、一般向けの本も大好きですから。肩にハートもつきます。これはハロウィンの、帽子バージョンか。帽子がついてるやつ。胸のペンダントはハートにするか丸にするか悩んで丸にしました。この服が一番なんか大人っぽく見えるかもしれないよね。うん、カーキ色のジャケットにタートルネック。バイオの時もずっとこれだしね、お気に入りですよ。かっこいい。うー、かっこいい。これは超かっこいいね。え、来年のシーズンにはこの配信流すのかな。ああ、でもあれよりの鎌足りかもしれない。うん、ロングも好きなんですけどね、これね。でもなんかショートの方が好きって人が多い気がする。軍服控えめに言って踏まれたい。踏まれたいものから前に並べ。ピシンピシン。踏むって言ってるのにムチ持ってきちゃったよ。これがクリスマスの時の衣装ですね。
あ、この顔かわいいかもしれない。なんか悲しそうな顔してた。暗い暗い森の奥に、あ、あ、あ、ハッピーニューイヤー、あ、ハッピーニューイヤー、2月だよ。 R81 はやばい。どういうこと？なんか戦闘機とかそんな感じかな。うん、晴れ着もよ、結構人気がありますね。シズリンもこの髪型すごい大好きだからね。あの赤い方の着物でもこの髪型できるようになればいいなと思ってるから、ちょっとあの竹花ママにお金を握らせて書いてもらう、やってもらうかもしれない。本当にシズリのために筆を取った、嬉しいな嬉しいな。なんかちょっと待って、なんかあれかな、やっぱ泣いた方がいいのかな。一瞬でありがとうございます、皆さんのおかげでってやった方がいいのかな、ちょっとあのくさ泣いた方が、一回泣いときます。もう止められない。これがあの静香凛の一番初めの目標だったものですからね、やっと手元に来たということで、まあ私は 3D プリンターで出力された方しかもらえないかもしれないですけど、まあそれはそれでね、あの一からの奇跡にね含まれていくということで、まあ、うん、やったぜ。はい、そうですね、今年も1年よろしくお願いします。私も1年、これから1年、うん、1年と言わずその次その先もよろしくお願いします。まあ元気でいる限りゲーム配信を続けていきますから。トークは苦手なのでね、歌とか料理とかもやっていくけど、ちょっと頻度が少ないかもしれませんが、ぜひお時間ある時は遊びに来て応援してくださると嬉しいです。